皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加藤と申します。NHK クローズアップ現代、急拡大、致死率3割、激症型溶連菌、原因は対処法はということで、新型コロナが終わったかと思えば、激症型溶連菌ってなんだ、致死率3割ってなんだ、急拡大って本当なのかということで、ちょっとですね、気になるニュース、ずっとね、ニュースとかで時々出てたんですけれども、クローズアップ現代が非常にわかりやすく、まとめていただいているので、番組の内容を簡単に解説をしていきたいと思います。なんとですね、日本では2023年、この激症型溶連菌の患者数が過去最多の941人に、さらに、2024年は5月時点ですでに801人ということで、去年が過去最多にもかかわらず、もう今年はもう2倍以上増えてしまっているということです。まあ、絶対数がまだ1000人未満ということなので、まあ、ごく稀にということではありますけれども、もしこれが広まると大変なことになるということなんですね。で、これ、非常に難しいのがですね、医師でも見分けが難しいということと、急激に悪化する。そして子供だけじゃないと、子供はむしろそんなに重症化しないと、中高年に急増しているというところが問題だということです。で、すごいこれ怖いのがですね、基礎疾患なし、大病もない健康な40代男性が、なんか急に熱出たからインフルエンザかなと思ったが、もう体調悪化して、もう4日目にはもうとんでもない、もうなんかもうどうしようもなくなっちゃうみたいな、もう本当になんか新型コロナの比ではない恐ろしさですよね。で、結局これ初めそのね、書いたように医師の診断も難しいと、いくつもの病院を受診したけれども原因がよくわからないということで、要は初めから溶連菌の感染症だっていうことがわかればいいんですけれども、まあ、単に初め1日目熱出てるから、まあ、風邪じゃないかな、インフルエンザじゃないか、でもインフルエンザの検査しても、なんか陰性だなみたいだと全然わからないと。でも2日目になんか肩がなんかおかしいとかなって、いや、なんか細菌性のなんかかなみたいな。で、3日目になってなんかもう、なんか全身が動かないみたいになる、みたいなことになると、本当にその診断が難しいというのが問題だということですね。で、なんとこの方ですね、感染部位の手術8回、3週間意識不明、2ヶ月入院。40代の男性で基礎疾患がなくて、大病もしてない人が、いきなりなんかよくわからないけど、ちょっと熱が出てインフルエンザかと思ったら4日でもう体調が悪化して、で、その激症型溶連菌っていうのはあちこちですね、その組織をこう、壊死させてしまうと。いうことなので、なので、その部分を取らないとっていうことになって、手術8回ということで、本当に恐ろしい病気ですよねっていうことなんですね。で、これ、組織をいろいろ壊死させてしまうので、この激症型溶連菌の感染で、なんと左足切断を余儀なくされた50代男性もいるということで、皆さん、その交通事故とかじゃなくてですよ。普通に生活していて、いきなり熱が出たと思ったら、左足切断しなくちゃならないって、皆さんちょっと想像つきますかねっていう、ちょっと恐ろしいですよねということです。で、ただこれ非常に怖いのがですね、例えば、まあ、言い方は悪いかもしれませんけれども、新型コロナって割と感染経路もはっきりしてるし、ちゃんと追えればこの人から移って、飛沫だなとかっていうのがわかるわけじゃないですか。ところがこれ、どっからよく入ったのかよくわからないと。で、傷口から入っちゃう場合も多いけれども、別に必ずしも全員がそうではないと。で、飛沫感染や接触感染もあると。ただ、結局、その感染経路よくわからないというのが、実情ということで、感染経路がわかれば防げるんでしょうけれども、だからなんか、別にマスクすればいいとか、絆創膏すればいいとか、そういう問題でもないみたいなんですよね。で、その普通の溶連菌だったらいいんですけれども、この激症型っていうのは、免疫細胞を寄せ付けないバリアのものを持っているということで、これ研究している方のなんか、シャーレみたいなのを見せられたんですけれども、普通のやつはなんか普通のなんか液体っぽくなってるんですけど、激症型のやつはなんかもう、なんていうかこう、コロニーみたいになってる。こう、膜みたいになってる。
だからその免疫細胞を寄せ付けないということで、非常にすぐに悪化してしまうということなんですね。で、この2010年代にイギリスで流行した M1UK 株というのが、今日本で急に入ってきているということで、毒性が9倍、感染力が強いということなんだそうです、ということです。で、去年ぐらいまでは、なんだかんだ言って、やっぱり高齢者が多いよね、基礎疾患のある人が多いよね、だからしょうがないよねっていうところはあったんですけど、今年に入って40代がぐわーっと増えて、50代、60代ももちろんいるということで、もちろん30代とかもわずかでもいるんですけれども、これ、とにかく早期に発見して、早期に治療をしていかないと、もうその劇症型溶連菌に感染したら、ぶわーっと組織が壊死されていって、もうどんどんいろんな、ね、組織が壊滅されていってしまうということなんだそうですということで、でも、初めは発熱だと分かんないですよねということ、ちょっと恐ろしいなという病気です。で、この劇症型溶連菌に限らずですね、いろんな感染症がコロナのロックダウンの後、ブワーッと増えてるんですね。で、これってやっぱり新型コロナを防ぐためにロックダウンしましたということで、結局、それによって社会的な免疫力が低下してしまった。要は、衛生状態、人と関わり、普段は、言ってみれば、不衛生な中で生活してくるし、不衛生な中で生活をしているから、ある程度の免疫とかもできてくるわけじゃないですか。その普通に人と話したり。ところがロックダウンされて、あんまり人と話さなくなったみたいなことになると、あんまり接する機会がなくなったので、それが、いや、新型コロナ終わりました、復活しますってなった時に、今までだったら大丈夫だったものが、今もうちょっとのなんか感染でもブワッとなんか悪くなっちゃうっていうことで、社会の正常化と人流の拡大によって、他の感染症に弱くなってしまうという弊害が出てきてしまっているということなんですね。で、でもこれ思うんですけれども、これそうすると、過度な感染対策って、かえって社会免疫力を低下させて、その反動が大きいんじゃないかなっていうことなんですよね。で、これちょっと例えは悪いかもしれませんけれども、インドってめちゃめちゃ汚いんですよ。もうその辺に牛の糞が落ちてて、ゴミが落ちてて、もう街全体がトイレみたいに汚いんです。だから、日本人が行くともうすぐやられちゃうんですよ。もう胃がおかしくなったりとか、もうね、お腹がおかしくなったりとかってするんですよね。で、ガンジス川、聖なる川っていうところがあるんですけれども、そこでみんなインド人とか沐浴して、普通に、もう死体とかが流れてる川ですよ。に、普通に川入ってこうやってバーって浴びたりとか、で、そこでなんか洗い物したりとかしてるわけですよ。だから洗剤とかもあるし、ゴミもあるし、死体もあるし、その水かぶっちゃったりしてるわけですよ。だけど、インド人平気だけど、日本人それでやると死んじゃったりするわけですよ。だから、そのなんていうか、変な話ですけど、潔癖症にすればなるほど、きれいにしちゃえばなるほど、感染対策をしっかりすればするほど、ちょっとでも不衛生なところに弱くなって、普段から不衛生なところに放り込まれてると大丈夫みたいな。だからちょっとインドは極端な例ですけれども、じゃあ今度感染症が流行った時に、逆にやっぱり帰って放置してた方がいいのかなみたいなこともあるわけですよね。でも放置しちゃったらブワーッと広がっちゃうしっていう、ちょっとね、難しい問題ですよね。ただ、結局、その時に封じ込めたつもりが結局解除しましたって言ったら結局免疫が弱い状態で解き放たれてるのでまたバーッと広がって、だから何度も繰り返すやつってあんまり意味ないんじゃないみたいな。とはいえですね、スウェーデンみたいに、いや、だからそういうのは意味ないんだからほっとけよみたいなことでも、結局ほっといても結局やっぱりそれも死者が増えちゃったので、本当にね、何がいいのかわかりませんけれども、でも結果として、新型コロナによるロックダウン、過度な感染対策によって、そのコロナが終わった途端、他の感染症が増えてしまうという、そういう流れの中で、劇症型溶連菌も増えてしまっているという問題があるということになると、これ、劇症型溶連菌だけではなくて、さまざまな感染症が、これからも流行る可能性があると。で、さらにもっと凄まじいやつが出てきてしまうと、本当に、多くの人が亡くなってしまう可能性もあるということで、どのように感染症に対策するのかって非常に難しい問題ですよねということです。
ということで、皆さん、クローズアップ現代、これ非常にいい特集でしたので、ぜひ見逃し配信等で見れる方は見ていただきたいと思うんですけれども、劇症型溶連菌ということで、本当はもっと怖がってもいいはずなんですけれども、もうコロナで麻痺しちゃって、まあ、こういうのが出てきても、まあ大丈夫だよね、みたいなところと、まあ、やっぱりまだ1000人以下というところもあるので、まあ、ごく稀ですけれども、でも本当に怖いのは、たまたま自分が、だって、40代の男性で基礎疾患もなく、大病もしてなくて、別になんか不衛生なこととか、別に海外に行ったとかじゃないのに、いきなりなんか知らないけど、かかっちゃって発熱でインフルエンザかと思ったら、2ヶ月間意識不明で、手術8回ってもう本当に怖すぎますよねということで、まあ、ただその対処法というのが結局、まあ、その傷口がどうのとか、まあ、飛沫感染がどうのっていうけれども、じゃあ今マスクしますかっていう話もありますし、そのまあ傷口っつってもねえっていうところだと思うので、ね、なんかあからさまな傷口があって、それをなんかそのまんまにして外で遊びに行っちゃったみたいなことだったら分かりますけれども、別にそういうじゃない人だってかかっちゃってるわけなので、ただ本当に恐ろしい病気ということで、皆さんですね、覚えておいてください。劇症型溶連菌という。で、本当にその発熱があって、ただのインフルエンザかと思ってほっといたら、これだったとすると、もう本当に命に関わる問題なので、まあ、病院に行って、でもその辺の病院じゃ結局わからないので、もう1日目行って様子があったら、もう本当にもう救急車呼ぶなりをしないと、本当に間に合わないという恐ろしい病気ということで、ぜひ覚えておいていただけるといいんじゃないかなと思います。